どうも、こんばんは、N です。今回は東京グルインボーク、待って、今回駆逐始まってんの今初めて知ったんだけどマジで、いや今日駆逐強襲、駆逐ときたら強襲来るだろうっていう、まあいいわ、そのことは置いといて、前回美食家の教員引いたんですけども、今回各自鎧の特等捜査官引いていきたいと思います。まあ条件は、条件というかあれだね、あのボーナスというか2回目 SSR 確定で、5回目篠原確定ということで、これが敵単体アタック600ダメージ、効果率混乱2ターン、チームにいる、特等捜査官のアタック550に、特等捜査官じゃない、チームに捜査官のアタックを150にアップ、重蔵がいるとアタック130にアップ、これは自分だよね。マジか、アキラが160だっけ、あれ、アサチュンアキラが。まあスキル見ていこう。かっけえ。はい、ということで、サクッと10連いきましょう。まあ今回の駆逐はどうしようかな。もう最低限のもんだけ回収してさ、なんだっけ、袋の時は篠原なんだっけな。待って、渋くない？待って、渋くない？SSR 来てくれてもよくない？まあいいや、10連だしね、言うて10連。 SR1 枚は渋い、 SR1 枚はさすがに渋い。はい、ということで終わりにしましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。